はい、こんばんは、FM 流進道です。えっ、ー、と、今日はですね、あゆみチャンネルっていうね、えっ、ー、と、チャンネルがあるんですけれども、そこのあゆみさんっていうね、あの、YouTuber さんいるんですけれども、その方の動画を見て感動したっていう話をね、したいと思います。で、あのーお、まあ、ちょっと僕もずっと昔から見ている視聴者ではないので、細かい話はちょっと知らないんですけれども、あのー、 ま、あゆみさんっていう、あのー、YouTuber さんがいるんですけれども、その方が、あのー、22歳の時に、えー、ステージ3のね、えぇ、ー、えー、癌になってしまったということで、子宮癌になってしまったということで、で、それから約半年間のね、闘病生活に入ったそうなんですけれども、まあ、その闘病生活中のね、 あのー、やっぱり、死を覚悟したっていうような話とか、まあ、その闘病生活の話を結構激白している動画がありまして、で、その動画を見て非常にね、あのー、感動しました。で、結構 YouTube って今、こう、皆さんがあ、今人気出ているね、あの、人気 YouTuber さんって、もう自分のこう、 身の上話みたいなこととかってあんまり真剣にすることってないじゃないですか。で、ほとんどだいたいもうシナリオが決まっているような、こう台本ありきのネタみたいな感じでね、あの動画配信している方多いと思うんですけれども、まあ、こういうね、あの、あゆみさんみたいにこう自分が過去にね、すごい大病を患って、で、その、 さらに言うと、まあ、これ、この、癌になった時の話と別の動画、別のね、動画なんですけれども、まあ、そこで、その、癌になった時に、えっ、ー、と、その当時付き合ってた男性の方とね、別れることになってしまったそうなんですね。まあ、その、癌になったことが原因で、別れることになってしまったんだ,だけれども、あのー、その時のやっぱり、ショック、 男性不審みたいなことがあって、まあ結婚をする気がなくなったっていうような話もしている結構、あのー、激白、あのー、されている動画でしてあ、この下にリンク貼っとくので見てください。結構あのー、がんになった時の話とかもう30分ぐらいずっとね、一人で激白しているような動画で、 あのー、まあ、これ本当テレビとかね、NHK、まあ、とかでもそうですけれども、たまにね、やっぱり一人の人生を追ったドキュメンタリー映像みたいなのをやってるような番組ってあるじゃないですか。ああいうもうテレビ番組にひ匹敵するようなね、あの感覚を覚えながら僕は動画見てしまいましたね。 うんでやっぱりそのがんの闘病中に、えー、その抗がん剤の影響でねそのもう女性としてはすごくショックだと思うんですけれどもまあ頭の毛が抜けてしまったりとか眉毛の毛が抜けてしまったりもう全身の毛がね抜けて、えー しまったそうですだからもう女性としては非常にそのショック二重にね体調も悪いのに、えー、さらにその容姿もね、えー、前とは全然違った容姿になってしまうということに対するショックとかもあ,あると思うんですけれどもでもうその闘病生活中にどん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 痩せ細っていってあのー、匂いもなんかいろいろなものが駄目になっちゃうらしくて。 もう、匂いに、匂いもダメで、なんかすぐ吐いてしまうとかね、そういうようなこともあったりしたせいで、どん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 衰弱していく。でもう、う体が、もう骨とね、皮だけみたいな、そんなような状態になって、ああ、もうそろそろ私は死ぬのかなっていうようなことをね、思って、もう死を覚悟してたそうです。まあ、そういう生活が半年間ですよ。 あだから普通の人だったら例えば一週間でもね、あのずっとベッドで寝て,寝ててくださいとかって言われたら一週間でも辛いじゃないですか。でそれがもう一ヶ月とかな,なったらね、もうただた,ただベッドで横になっててくださいって,っていう状態にな,なるともう本当につらいですよね。で、やっぱりそのそういう時ってこう精神的にも辛いことをね、 辛いこととかマイナスのこととか、暗いこととかね。そういうのを考え出してしまってしまってきてしまうから。で、やっぱりお見舞いに来る人なんかもね。こう。自分のその病状を見て悲しんでくる。悲しそうな。あ、状態になるで。その？ お見舞いに来る家族とか友達とかの悲しそうな顔を見る悲しんでいるところを見るのも辛いっていうねな状態でまあやっぱりそのがんになったとっいうそういうその過去の話をねもうそういう経験をした人って人に言いたくないって人もいると思うんですけどもねやっぱりそういう勇気のある人だなっていうふうに思いました。 で、もうそれが12年前の話なので、現在35歳らしいんですけれどもね、あゆみさんっていうのが。まあもう女性としてはかなり、その、結婚を考えたりとか、その、子供を産むこととかを考えたりとか、そういう年齢ですから、やっぱりそういうことに対してね、あの、動画にもされてました。私がな、なぜ結婚しないのかっていうことに関してもね、動画にされてまして、 やっぱりその、やっぱり癌になって、その一番辛い時を見ている時の、その、その時の付き合って、付き合ってた男性の方が、やっぱり最終的にその結婚であったり、子供を産むっていうことであったり、まあ子宮癌でしたから、その赤ちゃん、あの子宮を半分ね、あの切除してしまった、 からまあ、その子供が産みにくい体になってしまったっていうこととかもあったりとか、まあ、その過去に癌にに癌なったったていうことに対する偏見,ですよ、ね、偏見なんかがあってやっぱりうまくいかなくなってしまったんですけれどもそういう大変なことがあった時に支えてくれる男性でなかった。 たっていうことそしてその病気に対する偏見であったりとかそういう偏見を持ってる男性だったっていうこともまあその出会いが良くなかったのかなっていうふうには思ったんですけれどもまあ全てのね男性がそういう同じような性格の男性ではないのできっとねまあ、あゆみさんを、まあ、本当に大切に思って。 うんまあ、子供を産むかまないかとかね、結婚するかしないか、それは法律的なことなので、あのー、その法律的に、法的に結婚するかどうかっていう話はともかく、やはりその、あゆみさんのことを、本当にこう、一番優先して考えてくれるようなね、男性に、まあ、今後も出会う可能性っていうのはうー、すごくあるんじゃないかなっていうふうに思いながら、うん、聞いてました。僕の中では、 あの、そういう感覚もあって、結構、なんていうのかな。本当にのもう、テレビとか見てる感覚ですよね。YouTube だけど、テレビ見てるような感じで結構真剣に聞き入ってしまいましたね。その、あの、癌になった時の話と、あの、私が結婚しないね、理由っていう、結構それも長い。12分ぐらいの動画で、 結構長く喋ってられてたんですけれども、もう結構引き込まれてしまいましたね。で、ちょっと話戻るんですけれども、やっぱりこういうその、なんていうのかな、本当にこう真剣に何かを、について、自分の人生についてとかを真剣に考えて真剣に話す人の動画っていうのが、稀にね、稀に YouTube の中では見つかるっていうのが、 やっぱり僕も YouTube 見てて面白いなと思うところなんですよね。で、まあ最初前半にも言いましたけど、やっぱり今 YouTuber として人気のある人たちのコンテンツって結構そのやらせ的な、まあちょっと嘘よ,嘘よりですよね。嘘っていうと、まあいい、まあ表現が良くないですけれども、フィクションフィクションに近い、まあ架空のものであるとか作られたものっていう出来合いレースみたいなね、ものが多い中で、 やっぱりその本物であるとか、こう真実性が高いものであるとか、あのー、その実体験に基づい、基づいたものであるとか、そういうものの中に、やっぱり大きなね、感動があって、その感動を味わえるっていうのも、すごい YouTube のいいところだな、っていうことを、まあ、改めてね、 改めて思わさせられるような動画に出会うことができました。はいまあ、今回ね、あゆみさんどうもありがとうございました。僕もなんかすごいね、勉強になりまして、やっぱり健康の、ね、大切さであったり、命の大切さであったり、あのー、自分の周りに家族がいたりと、友人がいたりっていう、その、当たり前のように思える日常の中に、すごく本当は大事なね、 あの物がたくさん含まれているんだっていうその普通の日常を送れること自体が幸せなんだっていうねそういうことをやっぱり僕もあの普段から忘れてはいけないなっていうことを改めてね感じさせられるようなねあのお話を聞かさせていただきましたまあ興味のある方あのいらっしゃいましたら下の下にねリンク貼っておきますのであの是非 あの、見てもらえたらなっていうふうに思います。じゃあ今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。まったのあとね、あと、ちょ、ちょっと小話ですから、あゆみさん結構釣りが好きで、なんか釣りしてる動画は結構いっぱいあるんですけど、結構それも面白かったです。意外に、意外に面白かったです。